西宮神社は、長野県長野市岩石町に鎮座する神社。およべすさんと呼ばれ、近傍の商業者の数計を集める。善光寺七福神の恵比寿。善光寺門前の横町通りが鍵の手に曲がるところに位置する。後日する恵比寿港は、古くから賑わい、景気づけとして開催される、長野恵比寿公演化大会は100年以上の歴史を持つ。初恵比寿の際は、 五種線の貸し出しで賑わうほか、拝殿前には、千荒いエビス、及べすさんの千荒いがあり、商売繁盛を願う参拝者を集める、良いエビスの神社周辺。細い通りに露店が所狭しと立ち並ぶ前行、寺平の商人たちの数計を集める、西宮神社のエビス港は、近郊農家の冬支度の買い出しと重なって、大変にぎわい、明治以降は、 長野市全市で大売り出しが行われるようになった。この大売り出しの景気づけとして有志が始めた演歌会は長野恵比寿公演歌大会として現在まで100回を超え続く有数規模の花火大会となった。以前のような全市的な大売り出しは見られないものの、現在でも恵比寿公の時期になると西宮神社には多くの参拝者が詰めかける。 特に11月19日の良いエビスは正月を控えて神社周辺に縁起物の露店が立ち並び熊手が売れるたび普段は完成な街に手締めの音が響く。本家西宮神社とは異なる1月19日から1月20日である。五種線の貸し出しを求めて長蛇の列ができ、こちらも大いに賑にわう。この五種線は初エビスに エビス様から100円玉を1年間借り、これを商売に活用することでご利益を受け、翌年の初エビスには2倍にして神社に返す風習である。ありがとうございます。